ダチャダチャダチャ、マイコダチャ、ダコチャンネル。どうせ無表情なんでしょ、うん、知ってるよ。ダンちゃんです。マルチーズとプードルのミックスなんですけど、なんかこの子はマルチーズが強いのであんまり大きくならないと思いますって言われたんですけど、めちゃめちゃ成長しました。今6キロぐらいあるんじゃないかな。いくつなんだっけ。5歳。大きいよね本当に。私が見た時すごい小さかった。すごい前じゃないですか、ね、すごい前。もう靴に履かれたの覚えてるもん。懐かしい。手のひらサイズだった時。そうそうです。だって今なんてもう車乗っても余裕だし、履かない。まさかの A マネの靴に履いてました。そう、ワンちゃんでも車酔いするんだ。ゲロかけたってなダンゴとの出会いは5年前に久光一回対談した時に、1年休んでるんですけど、本当にたまたまショッピングモールに行って、ペットコーナーいつも好きだから覗いてたんですけど、ガラスの中にいたガラスの瞳を持ったこの子にね、ピャーンって釘付けになって、買ってって言ったの。こうやって買って、私のこと買ってってずっと言われてて、それまでは猫、ね、ちゃん飼ってたから犬ってそこまで興味なかったんですよ。なんだけど、え、何この子、ミックスって何、トイプーじゃないの、何みたいな感じで、まあ抱っこしたら最後ですよね。やばい、どうしよう、やばい。でもその日はそのまま出たんですよ、またねって言って。で、そこを車に帰ってお母さんに電話して、ねえ、やばい、犬飼っていいって言ったら、絶対ダメって言われるかと思ったら、まんちゃん、何、どんなのってちょっと興味持ってて、で、ここで写真送ったら、もうみんなイチコロですよね。でも買うんだったらもうすぐにもう一回明日行って買ってきなさいみたいになって、家帰ったら。で、次の日にはもう買う契約をしに行って、でもまだその日に連れて帰れるわけじゃないから、また3日後ぐらいに行くのか、ゲットして今に至るわけなんですけど、だから最初の半年間は私が一人で、赤ちゃんのそのまだおしっこも覚えてない、しつけも分かんない時から、朝とか5時ぐらいに起こされて、おしっことか全部面倒見ながら半年間を過ごし、で、私が復帰するってなったタイミングで、さすがにその石川には連れていけないから、実家でねって言ってお母さんに渡したんですよ。したらまあもう実家の子になってしまいまして、お母さんなしじゃいられない僕になってしまいまして、だから今日こうしてこうやって2人でなんか外にいるとか、まず奇跡なんですよ。いつもやってインスタに仲良くあげてますけど、あの横には必ずお母さんがいますからね。2人ではない、マジで。やっぱりさ、違うの、団子がバイコに対してとお母さんに対して。でも安心してる顔が。でも落ち着いてるよ。本当ですか、うん、でも私も思った。今日だから車で連れてくるのも不安だったし、うん、なんか、え、本当大丈夫って思ったけど、意外と静かにいてくれた。大人になったんだな、お前も。料理が来ました。犬は食べれません。でもさ、大変じゃないの、ワンちゃんの面倒見るの。大変ですよ。大変だけど、なんか最初のおしっことか、待てとか、いろんなしつけができちゃえば、もう本当にあとはそんなに手がかからない。あ、そうなんだ。この子は寂しがり屋だから、あんまり長く家開けると、すごい寂しがっちゃうけど、本来だったら、だってみんな犬飼っててもお仕事行って帰ってくるわけじゃないですか。なんか普通だったらゲージに入れて半日ぐらい待ってられるし、最初の頃はだから赤ちゃんの時とかは外出た瞬間から気になってましたもんね、ずっと。で、早く帰る女になっちゃいました。オリエにめっちゃ言われてた、その時。マジで付き合い悪くなったよねってでもそれ犬かよみたいな。犬飼う人たちのあるあるかも、うん、で、やばいって、ね、犬飼ったらやばいってみたいな、ずっと言われてて、いやいやいや、私の勝手じゃんみたいな。でもさ、確かにいろいろなんか悩んでた時だよね、飼い始めたの。多分そんな時です。どうするかな、これからみたいな。ワンちゃん育てるだけでも大変なのに、人間を育てるって本当に大変なんだなって、なんだろうかってめちゃくちゃ思いますよ。私にまだその器はないって思っちゃう。でもやっぱ生き物と触れるって大事なことですね。なんか面倒を見る自信がない。ワンちゃんいい子だから、研修によってはいけますよ。だってさ、あのトリミングとか行ったりもするんでしょ。そうですよ。だってこの子なんて毛が抜けない分伸び続けるから、本当に1ヶ月に1回、人間より高いです。7000円とかがかかります。毛むくじらになっちゃうからすぐ。私が会った時はちっちゃかったけど、もう伸びすぎてるから全部目が隠れてた、毛で。だって、で、あとそう思い出した、すんごい臭かった。臭かったって。いやね、いやね、いやね。
なんか分かるの犬のことは。分かりますよ。お母さんは大好きだけど、お父さんのことは嫌いなんですよ。お父さんがたまに送ってくるんですよね、写真を。団子が今日公園でなんか人気でしたみたいなとか。お父さんと一緒にいる写真、全部の表情なんかもうこんな感じ。なんか今もだよ。ポキャー。そうだ、笑ってるよね。もうなんか全部こう今もだよ。おいおい笑え。そうやろ、無表情か目閉じてるか。でもさ、今日面白かったね、河合さんとの。面白かったと思う。河合さんやっぱり解説者だから、うん、もうね、見る視線が違うわけで、ちゃんとチームを作ろうとしてた、うんうん、これがいたらこれが生きないとか、うん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 、なんかこの時代はこうとかめちゃめちゃ考えてくれてた。でも最後ね、ちゃんとオチ作ってくれましたもんね、うん、日本が世界がやってるようなオポジット性みたいなのを引いた時に歴代いなかったってことだね。それが答えかもしれないね。じゃあ強いて言うなら、じゃあ一人、はい、どうしますか、オポジット。はい、じゃあマイコ。イエーイ、やったぜマイコ。さすが、困ったらマイコみたいな、うん、いいぞその風潮。佐野さんの話とかもすごい面白かったな、うん、なんか麺がすごいとかうまいのは知ってるけど、うん、じゃあ何がすごいとか、うんうんうん、何が人と違うのかは、うん、多分見てるだけじゃ分かんないです。佐野のすごいところってセンターからもうアタックラインのちょっと後ろぐらいにうわーって打たれた時に、佐野がレシーブしたのがポンと綺麗に上がったの、うん、なんだ今のと思って。普通だったらバーンって弾くか引いてなんか角度変わるから、うん、フジテレビまで行って、はい、すみません、あのスローで見せてくれとか、一般のスローだとよくわかんないから、うん、コマウンクで送ったんだよ。そしたら佐野がレシーブするとここ変わんないんだよ。だけどあの方本当に研究熱心だから、フジテレビまで研究するんですよ。テレビだと本当にみんなにわかるようにっていう形でこう面白く盛り上げる。そうそう、そうですそうです、うん、そうやってやってるだけで、うん、本当はもっとテクニカル的な面も話せるし、うんうん、やっぱ視聴者の気持ちがわかってる人ですよね。あ、そう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 、うん、じゃあちょっと食べにくいな。ちょっとさ、なんかテクニカルなこともなんか分かりやすく説明してくれるから、なんか第2弾第3弾やりたい、やりたいね。次は誰に出てもらいましょうか。でも今回初めて男子バレーの河合さんに出てもらって、今までやっぱもちろん女子バレーが多かったから男子の元選手面白いかもって思いましたね。お、そうすると高弘さんだな。出てくれるかな。出てくれますよ。ゴルフ場予約してゴルフしよう、うん、自転車教えてもらいましょう。自転車じゃなくてゴルフ教えてもらおう。やっぱでもあのメンバー聞くの面白い。性格が出る出るし、あ、そう見てるんだ。やっぱりなんかすごい面白いんだよな、うん、あれやっていきたいですね。ね、高弘さんの時は男子も聞きたい。うん、コーヒーがうまいんだこれ。うん、コーヒー美味しいね。じゃあ団子に舞子のことを質問してみた。イエーイ。舞子のどこが好き。マイコを動物に例えると、マイコに直してほしいところは。じゃあダンちゃんが選ぶベスト7っていうか、バレーボール好き。マイコのことは好き。 YouTube に出たかった。マイコの YouTube は面白い。じゃあ一番好きな動画は何。さすが分かってる、ドライブトークだって。さすがだよね。あんなに一生懸命作ったら伸びないんだよな、ドライブトーク。伸びねえ、マジ伸びねえ。マジ伸びねえ。面白くなったりな。はい、うん、ね、なんかすごい天気も良くて。そう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 、あんちゃんもじゃ連れてドライブだね今度。あんちゃんもこれから皆さんよろしくお願いしますね。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。